競技の方を開始していきたいと思います。はい、いきます。よーい、始め。ああ、そう、これ難しいですね、やっぱ。ここ難しいですよ。アトラクション1番、ガッカンシーソー。向きを直して。さあ、登ってきたらちょっと曲がってしまった。で、また向きを直して。おお、背の高い4足。背の高い4足ね。あれがあるね。何かコクピットにオペレーターが乗っていそうな、パイロットが乗っていそうな、こんなデザインに見えますね。もちろんさ、4本足のロボットです。次の問題なんです。さあ、来たか。すごい、ちょっと道が軽いからか。軽いからね。結構センターまで行かないと。行かないと、うん、そっか。軽くないと。行った。さあ、まず後ろターン。第1アトラクション、ガッタンシートをクリアです。あクリアしてるから。あれで戻されたら本当に。あこれ2回目のゴムのところに引っかかるんだ。そして2つ目のアトラクション、マジックウォールに差し掛かってきます。あんま軽量だからさあ、ね、お邪魔ロボットカエルさんを。うまい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 。さあ、そして2体目のカエルさん。ダメダメダメ、ダメ。さあ、ここでカエルさんにまたもや戦いを挑むが。おー、痛い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 。さあ、持ち時間2分を経過、残り1分です。さあ、やはり本日ですね、このお邪魔ロボットがだいぶ強いです。さあ、このお邪魔ロボット、2体目のお邪魔ロボット、やはり本日いい仕事をしまくっていますが、ここで黒さんも。さあ、この2体目のタイルロボットをどう攻略していくかが本日のまず最初のキーワードになるのではないでしょうか。ワードじゃないような。キーポイントですね。ロボットにやらしました。さあ、まもなく時間の方が。ここで3